安田雅史と的場浩司のセカンドベース。皆さん、安田雅史です。お元気でしたか？こんばんは、的場浩司です。よろしくお願いいたします。今お聞きのこの番組セカンドベースは、若手俳優の僕安田雅史と新人俳優私的場浩司の2人で進めてまいります。そして番組タイトルセカンドベースは、まあ、僕ら2人がですね、まあ、共に俳優として、まあ、次セカンドのステージの土台にベースになるようにという、はい、番組プロデューサーさんの期待に応えられるように頑張っていきたいと思います。はい、まだまだプロの俳優になったばかりで、こういった晴れのチャンスをいただき、まだまだ緊張しておりますが、少しでも皆さんにその成長を感じていただけるように頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組セカンドベースは、まあ、再編集映像配信版として、まあ、放送後、約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、はい、ぜひラジオセカンドベースで検索していただきますようお願いいたします。それではパーソナリティを務めさせていただきます、僕安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年生まれで栃木県出身です。高校まではですね、野球漬けの生活でしたが、まあ、現在は役者として活動しており、エキストラやたまにお役をいただいて、短編映画などにも出演させていただいております。まあ、いつかは幼い頃からずっと頑張ってきた野球に関わる作品に出演するという、夢も持って頑張っております。そして今年9月にブルガリアで開催される東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャー2019にて上映が決定した映画22世紀牛話という作品に、私安田雅史出演させていただいております。まあ、現在ですね、予告編が YouTube で公開中ですので、ぜひ皆さんご覧ください。皆さん、改めまして新人俳優の的場浩司です。山形県酒田市出身の21歳で、現在昭和音楽大学ミュージカルコースに在学しております。現在は少しずつエキストラやスタンドインなどに参加させていただきながら、ワークショップや DVD レッスンなどで日々勉強中です。親からいただいた高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って、皆様にまずは的場浩司の存在や名前を覚えていただけるように頑張っていこうと思っております。それでは今回最初のコーナーは、もっけだの山形のコーナー。このコーナータイトルにつけていただいたもっけだのは、山形の方言でありがとうという意味です。はい、標準語に直すとありがとう山形ということで、今回は、僕のふるさと山形の魅力を紹介させていただくコーナーになっております。今回は、我がふるさと山形の成り立ちや大まかな歴史についてお話しさせていただきたいと思っております。はい、まずは、奈良時代が始まった710年の2年後、712年、その当時ですね、越後の国と呼ばれていた新潟県から分かれる形で、出羽の国、現在の山形県と秋田県を合わせた土地に、もともと出羽の国が成立し、一説には府州と呼ばれる、こちらの府州はですね、府州の府は人弁に、爪冠に子と書きまして、そして州の方は囚人の州を書いて府州と読みます。こちらの府州と呼ばれた奈良に都があった大和朝廷との戦いに敗れた、もしくは、捕虜になった蝦夷系の人々と、関東以南から移住してきた人々が入り混じって生活していたそうです。その後、出羽の国は、平安時代末期、出羽を含む東北地域一帯に勢力を張った藤原北家、こちらの藤原北家は、富士の花の富士、原っぱの原、そして北、そして、北家と書きまして、藤原北家と書きます。藤原北家の分家、こちらの分家は、分けるに家と書きます。こちらの分家の、豪族奥州藤原氏の支配下にありました。そして、現在の山形の名前の由来は、平安時代に編纂された和名抄に山形号、こちらの山形号は山、マウンテンの山という漢字に、方角の方、そしてふるさとと書いて山形号と読むんですけれども、こちらの山形号と記載されてあったからだという説があります。はい、それが、鎌倉時代に入ると、奥州藤原氏攻めに功績のあった関東武士軍が、県内各地の地頭、こちらの地頭は、土地の管理、租税の徴収を行う役人のことを言うのですが、こちらの地頭に任命されていきます。任命された村山
沖玉地方の大江氏、そして、庄内地方の武藤氏などは初めは、そちらに代官を置いて統治していたようですが、次第に県内に定着するようになり、名字に地名を掲げるなどして地方領主となっていきます。室町時代にはその頃最上と呼ばれていた山形を拠点にした最上氏が勢力を伸ばし、村山地方、最上地方、庄内地方へと、南から北部へと勢力を、拡大していきます。有名なあの伊達政宗の先祖伊達氏は、戦国時代に宮城南部から、山形県南部の沖玉地方へと進出を果たし、拠点を沖玉地方へと移しました。その後の、1567年に沖玉地方に位置する米沢城で伊達政宗が誕生し、南欧州最大の大名と言われるようになりますが、その後豊臣秀吉の命により宮城にお国替えとなります。それから関ヶ原の戦いの後、1601年、山形県南部の沖玉地方には敗れた西軍方の上杉景勝が会津から移され、沖玉地方を除く、除いた地域ですね、除いた地域には東軍についていた最上義明の所領になりますが、1622年に最上氏から、庄内地方の庄内には庄内藩の当主坂井氏、最上地方の新城には戸沢氏が入り、幕末まで藩政を統治することになります。この一方、村山地方では、鳥居氏が領主になりますが、統治はそこまで長くは続かず、鳥居家から始まり水野家までなんと領主が13回も交代したそうです。また山形周辺の村山地方の大部分は、北日本一の広さと言われる、天領、こちらの天領がですね、幕府の直轄地という意味でして、直轄地は権力者が家来に納めさせるのではなく、直接そこを支配したという意味の地なんですけれども、そちらの天領となり、この天領から米の積み出しなど西回り航路の開設により、酒田港はより栄えていきました。それが1871年の廃藩置県により、7県山形、米沢、上野山、天童、新城、大泉、松峰に7県に置き換えられますが、その後統廃合により1876年、現在の山形県が誕生いたします。1878年当時、山形県は11郡336町、1123村でしたが、各々の合併を繰り返しながら、現在は13市19町3村の中で、令和元年5月1日現在では39万9644世帯108万756人の県民がそこの山形県で今暮らしております。いかがでしたでしょうか。僕自身、自分のふるさとの成り立ちや、そういったものを調べたのは、今回初めてだったので、とても新鮮味がありました。新鮮な気持ちでした。教科書にも載っていない情報も多く、少し戸惑い気味でしたが、ふるさとの知らない顔を知れたような感じがしまして、誇らしく感じました。伊沢の皆様もお時間があるときに自分の、ふるさとについて調べてみてはいかがでしょうか。いや、コシ君、はい、何つるっとこのコーナー終わらそうとしてるの。皆様お楽しみ の山形弁講座の下りは、みんなそれを含めてもっけたのを思ってるよ多分。あ、もったいない、せっかくのアピールポイントなのに。コシ君の山形弁聞きたかったなということで、まあしょうがない、まあ、次回はですね、山形弁講座、はい、期待しております。お願いします。ということで、はい、以上もっけだの山形のコーナーでした。思いっきりゲーマー2のコーナー、改めまして現在放送中の番組セカンドベースは安田雅史と的場講師でお送りしております。さて続いてのコーナーは思いっきりゲーマー2、まあ、このコーナーはですね、まあ、ゲームが好きな僕が独断と偏見で、はい、まあ、昔やっていたゲームや、まあ、今、流行のゲームをいろいろご紹介させていただくコーナーです。はい、まあ、さて、今回ご紹介するゲームはですね、クイズ RPG
魔法使いと黒猫のウィズというゲームです。はい、このゲームはですね2013年にコロプラで配信、はい、配信を開始した、まあ、ソーシャルゲームとなっております。はい、これですねこのゲームはですね2013年12月に、Google が主催する、はい、Google プレイベストオブ2013で、はい、まあ、ゲームオブザイヤー2013に選出された、ゲームでもあるんですね。はい、このゲームを、簡単に、説明いたしますと、はい、まあ、プレイヤーはですね、まあ、僕たちプレイヤー側ですね、うん、はい、魔法使いとなり、まあ、クイズに正解することでそのカードと呼ばれる、精霊を召喚し、うん、魔物を攻撃する、まあ、クイズ RPG となっております。はい、まあ、このゲームはですねアイテム課金制となっておりまして、はい、まあ、クイズ形式は、まあ、通常はですね、まあ、4択問題なんですが、まあ、イベントなどで、まあ、他の形式ですね、まあ、並び替え、はい、とかスライド式、うん、穴埋めとかなどなどなど、まあ、による、まあ、出題も行われます。はい、まあ、その先ほど言った精霊のカードですが、まあ、これはですね、まあ、ガチャやイベントクエストなどで、まあ、入手したカードを、まあ、強化させて、まあ、デッキに組んでいくというものですね。うん、まあ、精霊には属性と言われるものがありまして、はい、まあ、基本的には火は、雷に、強く、雷は水に強く、水は炎に強いという、まあ、3組なんですが、はい、まあ、一部についてはですね、まあ、副属性として、まあ、闇と光、まあ、この双黒と言われるんですけど、はい、まあ、この双黒というのはお互いに強いという関係なんですね。はい、闇は光に強くて、まあ、光も闇に強い、はい、お互いがお互い強いという関係なんですが、はい、まあ、特定のアンサースキルと呼ばれる、はい、まあ、一定時間以内に正解することで発動するスキルですね。はい、とあとスペシャルスキルと言われる、まあ、一定数の問題を正解すると、うん、まあ、その次の問題以降に発動可能になる、まあ、必殺技みたいなものですかね、にがあります。はい、でそして先ほどクイズの、いろいろあると言いましたが、はい、クイズはですね今のところはですね、現在は9種類まで出ております。9種類、はい、通常の、4択クイズと、はい、並び替えクイズ、うん、で丸×クイズ、はい、でスライドクイズと呼ばれる、まあ、3から6文字の、まあ、確率ごとに1から3、はい、3つの文字が割り振られており、はい、それを上下にスライドさせて、まあ、その回答を作るという問題と、はい、あと穴埋めクイズ、はい、であと1問多答クイズですね。多答クイズ、はい、これはですね、6つの選択肢のうち、はい、まあ、問題文に当てはまるものを、まあ、2つか3つ選ぶという、でしかもこれはですね正しいものを全て選ばないと正解にならないということですね。で次に線結びクイズと言われる、まあ、左右3つですね、はい、の事柄を、まあ、それぞれ正しく組み合わせるということで、はい、これもですね全てを正しく、組み合わせないと正解にならないというクイズです。そしてグループ分けクイズと言われて、はい、中央に配置された選択肢を、まあ、左右どちらかのグループに該当するか振り分ける、まあ、こちらも全て正しく振り分けないと正解になりません。うん、そして最後に文字つなぎクイズということで、まあ、3×3 に配置された、9つの文字を問題に合うようにつなげる、はい、クイズがあって、まあ、この9種類の、クイズを使って、はい、そのモンスターを倒していくというゲームですね。へー、面白い。でこのゲームを なぜ、紹介するかというのはですね、はい、まあ、理由はいろいろあるんですけど、はい、まずですねこのゲームは、僕の好きな、まあ、アニメや、まあ、いろんなタイトルとコラボが結構多くてですね、うん、それをやっててその多分ですけどアニメ好きの人ならおこれやってみようかなって思うと思いますね。僕もそれで初め好きなアニメがコラボしてたから、はい、この、ゲームを始めたっていうきっかけなんで、なので、無課金でやってたんですけど、はい、それなりに強くなれるので、はい、これもおすすめポイントで、よく課金しないと全然強くならないっていうアプリゲームとかよくあると思うんですけど、ね、はい、この、アプリはですねこの魔法使いのウィズはですね、はい、黒猫のウィズはですね僕無課金だったんですけど、そのイベントとかの報酬とかだけでもう全然十分もう戦えるぐらいの強さになれるんで、これは結構おすすめですね。そうですね。あとですね、あと様々なジャンルの問題が出るんですね、はい、そのこの様々というのは、まあ、このよく中学校とか高校とか、まあ、学校で習うような社会の社会の、あの問題だったり、はい、地理とか科学とか、はい、
とかもあるんですけど、あと芸能関係とかあったり、いろいろさまざまな本当に多種多様な、ね、多種多様なそのやあるんで、なんだろう、雑学って言っちゃあれだけど、うん、いろんなことに物知りになれるんですね。で、まあ、それに合わせた感じじゃないですけど、うん、まあ、このゲームで出題されたその問題をその友達とか親とかにちょっと、うん、知ってるってこれとこれなんだけど、うん、いいね、知ってるとかこう自慢できるっていう、うん、そうね、話のネタもすごい、そうですね、増えますね、増えるから、うん、すごいこのゲームはその話のネタの提供じゃないけど、俺はよくこのやってた、ね、その高校時代にハマってたんだけど、そのこのゲームそうこのゲームやってて、友達にその休み時間俺は不正解したけどちょっとイラってくるじゃないですか、不正解しちゃうと。逆に正解しちゃったやつは出さないみたいなのもあるか。正解したやつはなんか、あ、出すやつは出すけど、どっちかするとその不正解しちゃったから、俺がその知識悪いかなみたいな感じで思って友達に聞いてみて、あ、こいつもわかんねえんだし、うん、俺はまだまだ大丈夫だって言いながら、逆にそれを聞いて親に一回聞いた時に、あのお前こんなの知らないのって一回言われたことは、ちょっとそれはもっと来ちゃうよ、あ、おーだって、じゃあこれはみたいな、まあそんな感じでその会話の本当に話のネタになるから、すごいこのゲームネタになりますね。はい、はい、あとですね、このゲームはですね、まあ、クイズ、先ほどからクイズすごい押してますけど、はい、まあ、クイズもそうなんですけど、クイズだけではなく RPG 要素もあり、まあ、ソーシャルゲームなので、はい、まあ、コレクター要素もあるんで、そういう強いキャラが欲しいとか、はい、こういうかっこいいキャラが欲しいってなった時には、その集めるっていうのもあるから、はい、すごいそのコレクターの人もハマるゲームだと僕は思います。そうですね、課金もしなくていいですしね。そうそうそう、どんなその年代別ですもんね。そう、年代別のあるから、うん、だからこのゲームで、話のネタにしてもらえたらなっていうのも、はい、そうですね、いろいろ含めて、はい、いきたいなと思います、はい、以上、思いっきりゲーマー2のコーナーでした。お楽しみプレステージ。続いてのコーナーはお楽しみプレステージ。このコーナーは僕が担当させていただいているコーナー、今月のプレイリポートに連動する形で、このお楽しみプレステージはこれから見に行こうと思っている舞台などの情報、上演情報を僕の好みというか、いわゆる独断と偏見でご紹介させていただくコーナーになっております、はい、よろしくお願いします。それではちょっと早速ご紹介させていただきます、はい、まず一つ目が、愛と悲しみのシャーロック・ホームズ。公演日が9月1日から9月29日、ちょっと先なんですけれども、そして場所が世田谷パブリックシアター。出演者が柿崎隼人さん、佐藤二郎さん、はい、広瀬アリスさんなどがいらっしゃいます、はい、僕がこの作品を見たいと思った理由はですね、こちらの作品を演出されている方が三谷幸喜さんだというところなんですよ。僕、三谷幸喜さんはちょっと最初の頃じゃないんですけど、2015年のギャラクシー街道っていう映画で、はい、その SF コメディっていうちょっと宇宙人がハンバーガー屋さんで働いてるみたいな、そこで事件があるみたいな、そういったちょっと SF 的な要素も入れながらコメディが展開していくっていうのがすごい面白いなって思いまして、そこからファンなんですけど、その2016年、それから1年後なんですけども、真田丸、はいはいはい、タイガですね、タイガの真田丸も脚本されていまして、調べてみたらその2004年にも新選組で脚本されていまして、そのいろんな点でその面白いというか、いろんなアプローチがある方なんだなと思いまして、すごい作品を見に行かせていただきたいと思いました。安田さんはあれなんですか、三谷幸喜さんは。そうですね、はい、一応三谷幸喜さんの作品、はい、僕も拝見させていただいてますけど、はい、やっぱ幸喜君と同じで、はい、初めはそのコメディの強い方で、この人はコメディが得意なんかなと思ったら、その真田丸もそうだけど、その新選組を見てたんだけど、はい、その親が好きで見てたんだけど、はい、確かにすごいな、その振り幅じゃないけど、そうですね、振り幅、そう、幅が広い、幅が広いな、うわ、器用なんだなっていうのはすごい、本当に、うわ、すごい方だっていうのは俺も思って、これはすごい勉強させていただきたいと思います。はい、で、2つ目にご紹介させていただきますのは、マシュー・ボーンの白鳥の湖という、演目になります、
公演日が7月11日から7月21日まで、はい、場所は文化村オーチャードホール。出演者はこちらのマシュー・ボーンさんの他にもたくさんの出演者がいらっしゃいます、はい、それいきなり質問で申し訳ないんですけれども、はいはい、白鳥の湖ってどういうイメージがありますか、はい、男性と女性って言ったらもう全然もう女性がやるっていう感じで、今回はあれなんですよ、これ男性版なんですよ、男性版の白鳥の湖、そうなんだ、じゃあ男性版の白鳥の湖みたいな感じなの、うん、完全にではないんですけど、うん、それを元にして、うん、このマシュー・ボーンさんが手掛けて、うん、それをアレンジした形でこのそうですね、アレンジした男性版の白鳥の湖になっています。すげえ、そうなんですよ。でこちらパンフレットにすごい このセリフがすごい僕なんかこう好きなんだ、すごいちょっと言わせていただきますね、はい、世界一美しく猛々しい男性のスワン。お、僕白鳥って考えると結構やっぱり女性っていうイメージが強いんですけど、線が細いみたいなね、そうですね、でも男性の版、男性版になるとどれぐらいこう力強くなるのかっていうか、あ確かにそのね、うん、性別が変わるからね、うん、僕学校でそのバレエ、クラシックバレエの授業もありまして、まあ僕は全然初心者なんですけど、そういった方をこう先生がこう男性なんですよ、うん、なんでその男性の、男性のそのバレエの方っていう方はすごいなんか力強さが感じて、すごいそういった方々がこうなんすごい集まってやる舞台ってどういうものなのかなと思って、確かにね、すごい見に行かせていただきたいなと思いました。はい、そして最後にご紹介させていただきますのは、神の子供たちは皆踊るという演目です。はい、公演日は7月31日から8月16日、場所は読売大手町ホール、出演者は、古川雄貴さん、松井玲奈さん、そして木場克美さんなどがいらっしゃいます、はい、私がこの作品を見たい、そう選ばさせていただいたのが、前回のこちらのセカンドベースで、お伝えさせていただいた選ばさせていただいたです、今月のプレイリポートで、はい、のコーナーでね、そうですね、あの海辺のカフカっていう、ね、あれはあの村上春樹さんの小説なんですけれども、はいはい、今回選ばさせていただいた作品も村上春樹さんの小説なんですよ。てか言ってたもんね、うん、そうですね。でもお伝えちょっとあそこまでお伝えできてなかったので、ね、できるだけ深く伝えさせていただきたいんですけれども、ね、あちらはあの海辺のカフカは長編の小説なんですけれども、うん、こちらは短編がこう重なってるという何作品も入ってるっていう作品になっておりまして、うん、その中から神の子供たちは皆踊るという作品の中から今回はカエルくん東京を救う、そして蜂蜜パイという2つの題材を元にしまして今回この舞台化されているんですよ。すごい見させていただきたいなというか、すごいあのいろんな舞台を見させていただきたいなと思いました、はい、しかもあれでしょ、はい、あの前回やってあの海辺のカフェでも出演されてた方が、はい、そうです、木場克美さんが、ね、木場克美さん あの覚えていらっしゃいますか、この的場講師のベスト3、そう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 、講師の選ぶベスト、そうそうそう、見どころベスト3でも選ばさせていただいた、ね、木場克美さんが出演されているので、ぜひいろんな、演技を見させていただきたいなと思い今回も選ばさせていただきました。はい、はい、では以上お楽しみプレステージのコーナーでした。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆様からのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、ということで、はい、今回ですね、前回なんかコウシ君声出てなかったと思うんだけど、今回すごい声出てたね。どうしたの、やっぱり緊張しちゃった。僕はあんまり意識がなかったんですけど、意識がなかったけど、でも実際こうプロデューサーさんとかの意見を聞くとやっぱり出てなかったということで、今回はこう気持ちを切り替えて大丈夫でしょ。全然本当にいつも通りで、いつも通り、いつも通り、はい、ちゃんとできててよかった。ありがとうございます。これでゲスト来た、ゲスト様が来た時にまた楽しみだなって思いながら、僕はそうですね、頑張っていきたいね。ゲストさんもう慣れてますか。いや、ゲストさん来るの慣れてるかどうかは別として、でもあのいつもと違うから楽しいよ、あ
僕もそう感じれるように。そうだね楽しいと、まずは緊張からね。そうだね、緊張から解き放とそうですねということで、はい、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。